試合での映像、練習での映像、皆さんどうされてますか？この試合での映像や練習での映像っていうのは次へつながる大切な宝物になっていきます。で、この動画をそのままにしていくと、やっぱり自分自身がどこが足りないのかっていうのが分からずにそのままになってしまいますので、その撮った映像っていうのはその時に解説して、そして分析して次へつなげるという、この流れっていうのは大切にしていただけたらと思います。で、その解説そして分析をするためのアイテムがこの動画アドバイスになっています。で、この動画アドバイスはですね、撮って YouTube に落としていただく、そして CDR に入れて送っていただくという形で、僕の方が今皆さんが何が足りないのか、これからどうした方がいいのかっていうのを分析させていただきます。で、この撮影と部分っていうのはビデオで撮ってしっかりと編集してっていう形じゃなくて構いません。もうこのようなスマホだけで撮って、そしてそのまま送っていただけるという形でも構いませんので、決してちゃんと編集をするということはしなくて構いませんので、そのまま例えば試合の時にこうスマホで撮ったもの、そして練習だと上から撮ったものっていうのをそのまま僕の方に送っていただけたら解説しますので、ぜひこの動画アドバイスを使って皆さんの次へのステップにつなげていただけたらと思います。はい、では実際にですね、僕がどのような形で動画アドバイスをしているかというのを、実際僕の映像を使ってやってみたいと思います。まずこのスタートですね、このバックプレートができた後だったので、後ろから強く蹴れてないっていうのがすごく問題がありますね。で、この入水するときにもう少し手の位置が中に入ってくると体重移動っていうのがもっともっと良くなってきます。で、あともう少しリカバリーですね、早く戻してあげると第一キックのところがもっともっと良くなってくるかなと思います。で、背泳ぎのところはターンのちょっとこうね、体の動きが少し遅かったですね。もっと早くしてあげるといいかなと思います。で、背泳ぎに関してみれば少しちょっと顎のところを、もちろん引くことは大事なんですけど、ちょっと引きすぎてるので少し、お腹のところが少し下がってるかなっていうのがあります。なのでちょっとこう、入水した時に体がちょっと上下動してしまうっていうのが、少しロスになってきていますね。ターンはですね、もう少し膝のところをスッと持ってきてあげるともっともっと早く回れたかなと思います。で、平泳ぎはこのもう少し体重をグッと前に乗せてあげることと、最後乗せた後にキックを蹴ったの、ちょっと今膝が少し、開いてますので、最後キックのところをもう一押し、できてくるともっともっと前に、伸びてきて、ストリームラインができています。で、このターンですね、この時もできるだけ頭のところをさっとこう動かしてあげるとスムーズに戻ってきます。で、最後のこの自由形ですね、少し右手の方が止まってしまいます。ここで止まってしまうといけない、ちょっと少しね、手を少しこうスカーリングしていきながら、フィニッシュをしてあげる。そしてフィニッシュした時はちょっとこう手のところと腰のところが開いてますので、そのあたりですね、できるだけフィニッシュを狭くしてあげるともっともっと良くなっていきますっていうことを、皆さんのね、一つもっともっとちゃんと分析していきますけども、ワードに書いてですね、説明していきますので、ぜひですね、もう細かいところアドバイスをしますので、ぜひよろしくお願いします。